えー、ニ,ューーニューヨーク在住7年のホエアアーティストですコロナ中時間があったので冷えの中にあるさまざまな素材紙や器官ガラススライムラーメン卵などを使って100日間で100個のヘアスタイルを作って写真を撮り毎日インスタにポストしていたら話題になるクラウドファンディングで100枚集めることに成功かっこうち7割は事前だったに寄付済み、えー、最終的に写真を出版することができましたおすげええー、これからどのように展開していけばさらに世界に広めるかお気に高いです世界中のクリエイターを刺激したいですえっ、ー、とインスタはアットマーク t a 8 1 3です 多分 YouTube で動画でやった方が広がると思いますけどねそのあの多分そのスライムとかそのあのガラスとか機関とかってやっぱその全体像をきちんと動画で見れた方が面白いと思うのとあと言うてもインスタってそのあのインスタの URL があんまり出回らないんですよね要はそのインスタの場合ってそのあの、まあ、このインスタグラマーが好きっていうのでずっと見てて他のものをぐるぐる回遊するっていう,こうあの構造になってないんですよね で、あの、YouTube とかの場合って、その動画を見たときに、たまたまなんかおすすめとか関連とか出てきて、その見るっていうのがあるので、のでその YouTube で上げとくと、興味がない人が引っかかってくる割合が高くなるんですよ。 で、Twitter とかの場合だと、ま、RT みたいな機能があって、その、これ面白いよっていうのをちょこちょこ共有するっていう文化があるので、なんか、その、フォローしてる人じゃないものが目,あの目に入る機会っていうのがあるんですけど、インスタはそれがあんまりないので、なので、ま、一応、あの、インスタでもその RT みたいなありますけど、なので、インスタよりもその YouTube とか Twitter の方が、あの、広がりやすい、その、口コミ的な広がりはしやすいんじゃないかなとは思いますけども。はい。